あの山中は人でできているというのはこれまあ社内でよく話をするんですけれどもあの山中っていうとですねまあまあ社内の人はこの社屋を思い出したりこの工場を思い出したりするかもしれませんけれども今あの山中本社が75人いるのかなグル,、まあ、グループで100人ぐらいですけれども山中っていううととここのの塊のこと言うんだよって話なんです、ね、だから例えば山中成長したなっていうのは社屋が大きくなったなって話じゃないですよね。うん あのやっぱりそのかこの塊が成長したのが山中のもちろんあの成長ですしよく話するのはこれは仮にですねあの不幸にして、まあ、何か災害にあったとしますよね。ほんで、えー、これ仮にこの社屋が倒壊してしまいました工場も燃えちゃいましたってでもこの塊七十数名の塊がいれば金も時間もかかりますけれども全く同じ山中再生できるじゃないですか。 あの社長としてはですね、えー、まあしっかりと予算組むことですね <laughs> 社長としてはあのうんとまあ,あの我々もご多分にもらず経費の話なんか出るわけじゃないですかまあまあ,あの、ね、経費節減なんて話もちろんあるんですけれどもあの基本的には その経費の中身をですね。維持費と未来費に分けましょうと。教育なんかは未来費の最たるもんですよね。だから未来費にかあの関してはですね。節約するっていう考え方は一切ダメっていう考え方ですね。あの、未来費を削るっていう考え方。一切やっちゃいけない。経費節減というのはその他の部分の維持費。費 のあの部分で議論すべきだっていう考え方があったり、で社長として伝えるのはそういうことですね。あとメニューとしてはですね、いろんなアイディアがあります。えー、例えば去年から始まったの山中大学、あのこれは全1年間に4校をやるんですけれども、えー、これを3年か4年やって卒業なんですね。 4年間で一回りすれば卒業という形の第一歩が去年あの、まあ、まだまだ内容的には稚拙ですけれどもあのそんな勉強があったりあの勉強会があったり。 あのその中ではあの一番勉強になるのを教えるっていう行為が一番勉強になるじゃないですか。うん、だから山中大学のね講師はですね4校は、えー、のうちの一つだけは外部講師ですけれどもあとの3つは全部社内の講師だったんですね。まあ、今年以降あのまた違うカリクラムで4校組んでいくんですけどもそんな取り組みがあったりねあとはあの新入社員の時にアカデミー委員会っていうのを作りましてね で、院長はね。ここ委員会いくつかあるんですけれども、ここの委員長だけは課長以上なんですね。課長とか部長がやりますね。それで、ね、何やってるかっていうとね。この前釣りに行ったり、山登りやったり。うん、そんな中でいろんな話するんですね。最初カウンセリング的な意味合い必要だろうなって10年前に作ったんですよ。要は話を聞いてやるっていう。 あのそれがまあどん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 あの派生をしてそのアカデミーっていう新人の委員会が社内のイベントを開いてみたりですねあるいはそうやって釣り行ったり山登りしたりっていうことでいろいろ活動をするまああの山中ばっかりじゃないですけどその社会で働くってやっぱり社会とつながりを持つっていうことですよね。こここ若若いい子子でですすよ今ののねねどうしてもか、ね、からまああのそこを何とか入り口の ところだけでもクリアしてやろうってことでそんな取り組みがあったり、うん、まあ社外の勉強会は随分やっぱり出てますねあのあのまあ泊まりがけの勉強会に出たりしてますんであの、まあえー、会社の規模からすると相当教育にはお金かけてることだと思いますね <laughs>、はいえー。方向を指し示して道筋を言わないっていう感じだな。 あの社内でもたまに話をしますけども、まあ、あのそれぞれあの、まあ、山中のリーダーは私かもしれませんがそれぞれの部署にリーダーいるじゃないですか。でね何食うか決めろととりあえずねそれはリーダーの役割だと今年肉食うのか魚食うのかただ肉食うって決めたらね食い方まで言うなって話ですよ。ねすき焼きで食けと焼き肉で食けとそれは言っちゃダメそれもやっぱりその現場の裁量でやらないと現場は面白くなくなるでしょ。 これ2年ぐらい前から変えたんですけどもやっぱりやっぱ現場宿泊しますね何やったらいいのか分かんない、うん、ただやっぱ,やっぱりさすが大したもんだなと思ったのはあの今年そういう方針をいわゆるボトムアップという方針を立って,て2年目の経営方針発表会でしたけどここで各部署から出てきたねあの方針とああやっぱり任せたらちゃんと考えるもんだなっていう感じですね。<laughs> だかからあの額にしして体を動かして体動いう仕事やっぱり そ,そうあるわけじゃないですよね。むしろ現場にいてあのいわゆる現場の仕事で暴殺されるとリーダーの仕事ってできないんだと思うんですよね。で方向性陸空像ってここ間違ったらどうしようもないんでここはやっぱりその本当にいろんなあの裏付けも取りながらですね方向性というのは指し示さなきゃなんないじゃあ具体的にその方向に進むためにはじゃあ何やろうかっていうのはそれは現場に任せる度量ですよね任せる度量ですよ。 それが必要ないような気にしますよね。